日本愛知県名古屋市西区、明道町。明道町は愛知県名古屋市西区にあった町名。現在は西区新道、幅下周辺の通称で全国最大規模の鷹下問屋街である。中央菓子卸売市場入り口名古屋駅、桜通り口から北東約1キロメートルに位置する全国最大規模の鷹下問屋街。名古屋の労働者たちに、 疲労回復のために、甘味菓子が売られたのが始まりとも、美和島市場へ集まる八百屋を相手に菓子を売ったのが始まりとも言われ、江戸時代に、ミノロを通る旅人に、オワリ藩の下級武士らが手ない職として、せんべいや飴菓子等を作って、文政時代の1818 18年から1830年頃に、大いに栄えたと言われる。しかし本格的に盛況になったのは、関東大震災の後で、 被災地の首と東京の子供たちにお菓子を供給したことから全国的な菓子問屋街に成長したと言われている。1971年までは路面電車が走り多くの人たちが菓子の製造と販売に携わり、通りには多くの菓子の店舗が並んでいた。かつては多くの駄菓子問屋があり、1948年に建てられた中京菓子が暗号卸市場を中心に発展したが、 現在は数十件だけとなり、中京菓子ガング卸し市場が2000年に閉鎖したことで、以前の活気が薄れた。その後も1951年頃に建てられた中央、菓子卸し市場など周辺で問屋が多数営業しており、終戦直後からの雰囲気はそのままの形で残っている。現在はここから全国の大半の小売店に菓子を出荷している。 主に小売店対象の取引であるが、一般客に小売をしてくれる問屋も多く、観光客の姿も見られる。名東産業、春日井製菓、丸川製菓、拡大製菓、松山製菓、マコロン製菓、安倍製菓、友谷製菓、加藤製菓などの菓子メーカーの本社も多数所在する。また名道庁、新道界隈には、隅田神社、ストク西根ガ寺、 菊水観音、延命地蔵、帝王陰遺跡などの神社や寺などがいくつかある。1981年の町名変更で、明道町という地名は消えたが、バス停の名前や交差点名、都市高速の出入口名としては残っている。ありがとうございます。